やば。ああ、穴が開いた。もう4年以上なるんで、壊れたんだな。この前のね、うわ、これ何？うわ、やば、なんかビリビリって言ったんだけど。あ、裂けた。あら、今日こういう日？ダメだ、これ修理しないといけないわ。これ何？一日でこんなことになるか。うわぁ、小屋がズタズタ。参ったな。これこれやば、これやば。もうダメか。まあ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 、ちょっと落ち着いて。ダメかこれ、縫えないなこれな、治んないだろう。参ったな、今日破れかぶれだな。中から見たらこんな風にズタズタにいやー、これはひどいな。はい、メダカ族ドレス。大変なことになってしまいました。今日は破れかぶれの日です。いやー、嫌な予感。今から先週メダカをね、外に出したんですけど、その後ですね、冷え込んだんですよ。それで心配で、さあこれが無事に生きてるのかということで、今日はですね、破れかぶれの日。実はズボンの方がですね、今日ね、軽トラックの荷台のフック、あそこに引っかかってビリッてやっちゃったんですよ。で、もう10センチぐらい裂けてて、で、まあそれ以上広がってなかったんですけど、ここに来て、で、破れかぶれのこの壁を見ようかなと思ってしゃがんだらビリビリって25センチ裂けたんですよ。これはもうね、今日は避ける日だ。参ったわこれ。はぁ、嫌な予感するわ。嫌な予感するよ。嫌な予感する。困ったなこれ。困った。いや困った。避けちゃったのはね、もうしょうがないんで。やばく立ってるわ。まずね、稚魚たちがいるんで、すごいグリーンウォーターになったな。完全グリーンウォーターになりましたよ。わ、ちょっと待って。え？いない？あ、いたいた、いましたね。ほら、とりあえず一匹いましたよ。ほら、生きてました。これ側面孔、側面孔の稚魚。生きてた。よかった。じゃあ次。
全然見えないわ。あ、いたいた。ほら。生きてますね。大丈夫そうだな。大丈夫そう。ここの。あ、いますね。いた。とりあえず大丈夫そう。卵産んでないですよね、まだ。卵は産んでないだろうな。まだ産んでない。あ、やばい。病気になってるわ。これだ。これまずいな。綿かぶりになってますね。ちょっと持って入ろうか。これは大丈夫。紅白は大丈夫ですね。透明林。わ、またかぶりになってた。生きてるかな。あ、生きてた。大丈夫だな。大丈夫です。なんとか大丈夫だけど、だるまを救出します。一度止めますね。あ、いけるか。このまま。これはまずいわ。これね、結構大事なやつで。やば。うわ。はい、皆さん、これがですね、綿かぶり病というものです。尾びれの先端に何か白いふわふわとしたようなものが見えるかと思いますけど、これほっときますと全身を綿かぶっちゃいますので、そしたらもう終わりです。今回はですね、尾びれの先端から始まっていますが、これはもう傷があるところから、擦り傷があるところから始まりますので、頭とか口とか腹とか、これはもう発生するのはどこからでも行きますので、そして感染力が強いです。感染力が高いです。これ高いので、なるべく、なるべくというか速やかに混合させている場合は隔離してやってください。そしてですね、これは発生しやすいのはやはり季節の変わり目、あとはですね、水温の変化が激しい日、日光が弱い時などだからですね、これからまた梅雨時期あります。春の安定した日差しが降り注ぐ時はいいんですけど、これがまたね、春というのはなかなか紫外線が強いですからね。ここからですけど、春が過ぎて夏に向かうとき、梅雨時期です。ここがですね、一番危険という可能性も、またそういうね、話もありますので、お気をつけください。そうです。水温が高いのに紫外線が弱いという、そういう時期は危険となっております。はい、そういうことです。さよなら。